はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、どうも、つるです。はい、というわけでね、今回もやっていきましょう。前回、パート、何部だっけこれ、何日目やったの時はちょっとね、水曜日投稿の時だったんですけど、ちょっと僕のね、テストがあったんでね、まあ結果はまだ出てないんですけど、わまあ、というわけで、じゃあやっていきましょう。はい。あのね、撮影するのがね、ニセマリオ追え、ビアンコヒルズですね。撮影がね、2週間ぶりぐらいでね、どこまでやってないか忘れちゃったんだよね。はい、というわけでやっていきましょう。ニセマリオ追え。ちょっと音声設定とかちょっと間違えたかもしれないけど、そこは許してください。この三角形の力なんかつけれんだよね。社員の数に応じて。お様ですけど、もちろんちょっと。というあんたに、俺の特製サングラスを貸してやるよ、ほら。うえい。いいだろ、この。このビアンコヒルズのいいね、これって感じで社員をある程度取ると、今社員が37枚、だから多分ある程度取る、ある枚数取るとそのなんかあるんですよね。なんでこいつ水の中 OK なのにさ、かけたらかける水はダメなのかな、こいつ。うわお、いって、はい、やりましまーす。はい、ということでまたやってきました。ちょっともう一回かけようか。ちょ、おっさん貸して。ちょ、おっさん、ちょっとおっさん、いや、もう今回は早めに決着をつけたいな。これどれだけダメージを与えられるか。遠隔射撃、あたたたたたた、え、当たったよね今。なんだ、ちょっとなんかパソコンが重いな。パソコン、俺今ちょっとこれね。あれ聞いてなくね。マリオはね、パソコンを使って撮影してます。はい。アマレコンにね、このマリオを出力して、それを使ってます。え？あと動き始めるまでですけど、やれないんだ。あれ？え？チクショー、覚えてろ。あれ、こんな早く終わるもんだっけ。あれで、はい。なんか開けないな。はい、社員ゲットです。はい、まあセーブしないと続きます。はい、まあね、毎回ちゃんと最後にねセーブしてやめてるんで。でもいつもねちょっとリセットボタンを寸前で思い出すんだよね。ちょっと風邪気味です。こっちはね、サンシャインっていうのもな、南国なんだけど、この撮影投稿とか次第さらに、寒いからね。ということで、さっきビアンコヒルズだから、今回はリコハーバーに行ってみよう。僕なんかすごい体験で。はい、レッツゴー。久々でね、ちょっとだいぶね、何やってたか忘れてる。はい、リコハーバー。水上なんかっこいい。あー、そうだ、思い出した。そうだ、そうだ。これだ。そうだ、思い出した。やってなかったな、そういや。おりゃ。これ苦手なんだよな。これ、何回直せばいいのかな。もう先にやり直すこと考えるから、俺も。どれだけ動画が伸びないようにいかにできるかって感じだね。あれ、これが一番遅いやつよ、確か。とりあえず、もうあんな濃いのやつにやんなくていいからね。赤濃いの取ればいいんですよ、赤濃いんだっけ。もう大事な赤コイン、赤コイン、レッドコイン、レッドコイン。いやー、久々すぎてやばーい。レッドコイン、あー、逃したー。そう、何を逃したんですね。そう、レッドコイン。いやー、終わりや。わーお、おー、あはははは。これ自動で取ればよくねって今一瞬思っちゃったけど、それやると多分ダメなんだよね。多分あの高いところは多分取れないんだろうね。そういう風に設定されてると思うんだけど、だから緑が一番早いんだよね、確か。確か緑が一番早いはずだから、俺は紫より使うと思う。さあ行くぜ。ヒャッフー、ヘイ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 、3つ目ヒャッフー、ゴー。毎回ね、パソコンで出力して、それをイヤホンで聞きながらやってるから。あー、取れねえ、毎回あそこ取れねえ。あー、やばいやばいやばい。いいよ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 。ジャンプ、えい、
いいね。え、きつい、怖っ、うわー、え、嘘でしょ、え、あれどうやって飛んの、え、はい、ということで、え、さっきのあれ最後のやつあれ取ったっけ、必ず死なない、あれ、え、ちょ、緑って一番速いんだよね、一番遅いんだっけ、緑が、おっさん、ちょっと教えて、いかに私がサイカサーゲンを得るか、いか、省略、あ、そうそう、緑、あああ、緑がクソ遅いやつだ、これだ、これ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 もう初心者に優しいこのイカ、あー待って、なんかすごい揺れた、びっくりした今すごく、これちょこっと動かすだけで結構ガクって揺れるからね、そうそう、これこのイカ、このイカ、そうだ、俺はいつも難しいやつを選んでたんだった、敵一番右が一番、あー、よし、オッケーオッケー、こうやって次はあのジャンプだもんね、の前にあれ取っておくか、取り逃したやつ、これだね、さっきのさあれ無理じゃない、これこれこれでしょ、うわー、やっぱセコ技ダメですか、はい、ということで、ライフ指数が減ってないと思うんですけど、あのセーブしてないでしょ、僕ね、だから一回死にやってもう終わりなんですよ、ゲームオーバーで、さっきのあの偽までまたやんなきゃいけないから毎回ね、あのこの前やってたあのなんだっけ、あの多分この前あれなんか早くね、こいつか早くないの、どっかで多分見てたと思うけど、なんだっけ、あのあれ、あの大砲ある場所なんだっけ、あのテーマパークみたいなとこ、遊園地のとこ行くと、この間のところにあるあの隠れワンピアップコインがあるから、ワンピアップコインじゃないよ、ワンピアップコインってないですよ、ワンピアップキノコがあるからそれを取った。でもみんなさ、ワンピアップってさ、ワンピアップっていう、ワンナップっていう、なんかワンナップキノコっていう人もいるよね、思ったけど、これあの最後のとこって取ったらその時点でもうこのイカはなくなるのかな、それならいいんだけど、それならまだ納得なんだけど、取り逃すっていうね、え、あれ無理でしょ絶対、バカ野郎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 、あ、この方向で大丈夫かな、はい大丈夫、完璧、もう、あ、落ち着いてこ、落ち着いて落ち着いてこ、あー待って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 、バカバカ、よいしょ、はい、やっていこう、あのね、毎回ね死ぬたびにね、このねキノコを補充するのにね1、2分かかってちょっとイライラしてる、うん、よし、俺はもう決めた、俺はちょっとせっこい技を使うと決めた、あの絶対無理だろうっていう、あそこあそこ絶対死ぬでしょ下手したらねえ、何をするかって、ここだけ取る、わかるかい、みんな世の中芸能だよ、だからこれやると残り時間が30秒くらい削られるから、だからやっぱりこの技はできないんだよ、全てには通用しないんだね、なんか今の動き良かった、よしやっていこう、これでいけらず、俺それ以外のやつは普通に取ってたから、多分いける、最初は大丈夫、最初は大丈夫、みんなちゃんとね線に沿ってね、やっぱり俺って滑舌悪いのかな、いや滑舌悪いと思うよ、すごく滑舌、はい、あーそう、今取ったやん、今取ったやん、危ない危ない、これね一回乱れるとねだいぶ乱れちゃう、だいぶ乱れちゃったな、まあ落ち着いていこう、落ち着いて、残り50秒しかないんだよね、あのクソゲードをやったから、もうね先が見えないのが怖い、あー待ってよ、どこだっけ、次どこだっけ、あのジャンプだ、ジャンプ、あの黄色いボールトのところのジャンプだ、これ外したらだいぶ痛いな、はっ、よし、あと1枚、よし取ったー、来たで、待て、やっぱりイカはなくならないのね、だったら明日絶対無理じゃん、あんなところ、正解だったね、これしくじらないでくれよ、なんでやねー、ちょっとちょっと、あー待って待って待って、なんで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 
何があった何があった何があった、ちょっと待ってな、ちょっと待って、何があった何があった何があった、もう今俺クリアする気満々になったんだけど、何が起きて何が起きて、ちょっとすごい怖いんだけど、しかも一番早いやつだしな、何があった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 、めっちゃビビってんだけど、何乗り換えてんのこいつ、お前マル乗りたいのマリオよっと、よーし取れた何乗り換えてんのマリオ、そんな乗りたいのイカサーフィン、はい、ということで社員ゲットです。あと1枚だね、今日はあと1枚取るよ、うん、今日とか今回か、うん、うん、よいしょ、ということで、じゃあ次はね、じゃあ、ビアンコリコハーバーって言ったので、あれ、ビンナーパークだっけ、なんだっけ、あれ、あそこの場所。あそこのね、やつをね、一個一個やっていこう。この前までね、ちょっと別のやつのやつばっかやってたから、ちょっとこうやっていこうかな。よっと、これクリアしたら40個目だね。40個目。14だからね。はい、ビンナーパーク。止めて、暴走感なし、あやっていきましょう。Let's go! うん。はい、ってことで。あれ?こっから見ると何も暴走しないんだけどね。まあそこは触れてはいけない事実。よいしょ。この技って結構知らない人多いのかな?この水かけてのハラスベリ。移動早いからすごい便利なんだけどね。うん。おー、暴走してるね。お、あそこに何かいるぞ。んみたいなね。まあ、要するにあれを倒せばいいんですね。いいですねってか、まあいいんですよ。まあ、僕はこのゲーム初見じゃないんで。よいしょ。ここでやっていきますよ。まあ、どこへ行くかって思ったら、この裏ですね。あ、あれ。一番下のやつ倒したら青コイン出るけど、めんどくさいからやりません、ね。ここらやればいいです。で、なんか言ってますね。電気神が悪さをしているみたいなんです。裏側からバシッと追い払ってくれませんか?お願いします。ということで、これを一番上までいきます。ってことでやっていきましょう。で、まず最初は、こういって、はい、わお。水をかけると、あれ、一定時間ギミックを発生するね、やつなんだよね。やっぱこれをこうかけて、登って、わけわかんない方向に水を当ててくる。こうかけて、やばい、こうやってこうか、で今度はちょっとごめんね、みんな見づらいかもね画面が、やばい、何やってんだ、全く、これを B ボタンで消す、こっち消したら今度は反対側かよ、これ長いな、よいしょよいしょ、 A だよね、よし、なおこのね、私ツルはね、うん、結構懐かしいと思いながらやってます、うん、懐かしいし、このゲーム楽しいもんどうで、はい、ということでやっていこう空の彼方に吹っ飛んでいくのをちょっと見てたよ、うん、空ではないな、あれすごいよな、あれ物理法則、重力の法則無視してるよな、あれ、俺そういうことやっていこう、よいしょ、うん、って感じでこんな感じでね、ただ単にひたすら登っていくだけなんですけど、まあちょっと、うん、あ、今度はね、あれあそこに当てると思うんですよ、なんであそこに当てると出てくるって感じなんですけど、これどうやるんだっけ、だからここを登ってパンチパンチ、よし、オッケーオッケーオッケー、で、これをあとは、うん、うわ、見えない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 、やっはー、まあこれはね、まあ僕のね、計算通りなんだよね、こうやって、よいしょ、なってて、こう、もうこれで多分もう、悪さする緑がないから、あと最後のやつを倒せばいいだけかな。うん。こうやって水かけて上がって、うん。よいしょ。もうこれで終わりじゃないかな。うん。ここまで行く。こう戦って、ここで A ボタン。ゴム乗る。登る。登る。
こいつね、こいつを上からボーン。ボーン。はい、これでね、クリアです。ね。まあ、こんな感じなんですよね、と。まあ、行きたかったら、まあ、観覧車に乗れと。乗るというより、なんかちょっと違いますけどね、テイストがね。だからこの観覧車に上に乗るっていうのかな、これでも結構早いんだよね、これ結構早い。あっ、よし、いけた。何事も着地の時はヒップドロップが安定ですよ、皆さん。素直にしてくれるし。ってことでね、まあ、ピンナパークのこのパート最後のシャイン取りました。はい、ついにね、シャインが40枚です。やったね。はい、とか、まあ、相変わらずセーブしないと。うん。なんか来るかな？多分来ないか。よいしょ。はい、ということでね、まあ、本日はね、まあ、ビアンコヒルズ、リコハーバー、ピンナパーク、すべてをね、一個ずつ行ってきたわけでございますが、はい。うん。次回も、まあ、気まぐれかな。おっと、痛い。次回またね、うん、投稿した時に、その時の気分でやってからね、毎回ね。うん、あ、ね、本当にその時の気分で毎回やってから、ちょ、おっさん。おっさんも大好きだけど、もうちょっと止めたのに、俺の特製サングラス貸してあげる。えい。めっちゃかっこいいじゃん、これ。ちょっとなんかかっこいい場所ないかな。かっこいいし、ないかな、これ。やっぱここだよな。いいな、これ。めっちゃいいの。はい、ということで、今回ここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。次回もご視聴よろしくお願いします。